はい、どうも皆さん、トライアングルです。現在ね、ちょっとごめんなさい、アレックスなんですけど、実はね、なんかマインクラフトがサーバーがなんか落ちてしまって、おー、エンダードラゴンいる。サーバーが落ちてしまって、なんかね、オフラインでしかできないということなので、まあ一応普通にモッドで遊べはするので、ちょっとスキンだけ、ちょっと今回アレックスですので、ちょっとご了承ください。で、今回なんですけど、なんとまたクジラ様がすごいものを作ってくださいました。多分前回の動画で、まあ、話したとは思うんですけど、はい、こちらですね、にゃんこガチャ追加ということで、こちらにゃんこガチャなんですけど、はい、レシピがちょっとあると思うんですけど、今ちょっと実はクジラさんにちょっと聞いてる状況でございます。なので多分サバイバルでこのにゃんこガチャは作れると思うので、今ちょっとね、向こうのにゃんこのワールドでクリエイティブにするのはちょっと嫌ということで、今こちらのワールドに来てるんですけど、でこちらレアチケットというものが、おそらく猫、多分強い猫かわかんないけど、倒してるとおそらくドロップ、低確率だと思います。かなり確率が低い状態で、多分このレアチケットというものを、落としますので、これですね、はい。でまあこれをゲットしたら拾って、でこちらに右クリックするんですよ。そうするとですね、はい、あ、ここか、はい、このようにバトル猫、これ多分仲間になってない状態のバトル猫ですね、みたいな感じで、まあキャラクターが出てくると。そして5% だったから確かぐらいの確率で超激キャラが出てきます。今回はそれを紹介がてら出しましょう。はい、タンク猫、そしてこれは普通の猫、バトル猫、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 バトル猫、バトル猫、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 バトル猫、いい、来たー、こちらでございます。よーし、はい、今回はみんな来るぞ、みんな来るぞ、よし、さあ、カサジゾウだ、カサジゾウだけおいで、こっちだ、あんただけおいで。そう、今回なんと超激のカサジゾウが追加されました。まあ皆さん、にゃんこ大戦争やってる方だったらわかると思うんですけど、もう本当に強キャラですね、にゃんこ大戦争の中でも。まあ正直進化しない方で使う人のが多いんじゃないのかな。黒い敵と天使だっけに対して非常に強い、天使だったっけに対して非常に強い、キャラクターでございまして、でさらに生産コストも良くて、非常に強いということで、僕も愛用してます、カサジゾウは。はい、まあ、ということで今回このカサジゾウが追加されたので、このカサジゾウはおそらくガチャでしか仲間にならないと思います。はい、通常のワールドで出てくるのかも、ちょっとまだ見てないので分かんないんですけど、まあ多分パンとかではもう仲間にならない、あ、パンってか魚では仲間にならないんじゃないか、ってか出現しないんじゃないかな、カサジゾウ。うん、で、こちらでカサジゾウが出現するようになりましたと。なので、ちょっとサバイバルで今後いっぱい敵を倒してチケットゲットして、カサジゾウ仲間にしたいな、早く。ということで、じゃあ通常ワールド行きます。アレックス慣れないな。はい、ということで、ちょっとあの後ですね、ちょっと時間を置きましてオンラインできるようになりましたので、スキンが、トライアングルに戻っております。で、今回なんですけど、まあ多分冒頭説明していると思うんですけど、ガチャが、まあ、追加されたということなんですけど、まあガチャどうやって作るのっていうことで、クジラ様にお聞きしたところですね、一番上が、この3つが、鉄ブロック、そしてこの2つ、ここですね、間2つにガラス、そして真ん中に猫缶、そして下にダイヤを、置くことによって、ガチャができるということで、まあもちろんガチャは、カサジゾウというものはすごい強いんですよ。なのでカサジゾウをぜひゲットしたいので、ガチャを作るために今日は洞窟に潜ろうかなと思います。だからダイヤ3つと、鉄か、鉄をなるべく、ちょ、縦そろそろ作り直した方がいい、これいいかな、さすがにやばいよね。ちょっと縦もちょっと行く前に準備後でするので、作り直して、まあ今もう作っちゃうから作りながら話そうか。で、ちょっと一応猫缶とか、置いてきます。で、ピッケルはあるもんね。大丈夫だね。はい。で、縦をちょっと今から、まあちゃちゃっと作りながらお話するんですけど、あとですね、別で、なんとクジラ様が、新しい要素を入れてくださいまして、これ神要素です。いきます。シフトをしながら、右クリック、はい、玉三郎現在待機中ですということで、ほら、このようになんとついてくるのがバトル猫だけになると。だから待機システムというものができました。これデスポーンするのかな。名札つけてれば大丈夫って言ってたよね。
だから今日はちょっと玉三郎をちょっと洞窟の中連れていくと怖いので、ちょっと玉三郎はここにお留守番させます。で多分、ね、名札つけてたらデスポーン大丈夫だと思うから、バトル猫はそのままにして、まあでも多分このニャンコモッドってさ、やられてもこの子たちついてきてくれるからデスポーンはないと思うんだよね。で大気と、ちなみにこれはい放牧中という、これ勝手に多分ついてこずにもう自由にしちゃうってことだよね。だからちょっと玉三郎ちょっとここに待っててもらいましょう。で念のためあれか、だからこの待機中というものができたということによって、猫のあの一応こうしとくか、ちょっと怖いから、もし夜ゾンビとか一応こうしとこう、こうしとこうかでなんかこれすることによって猫の家をちょっと作る必要ができたというか、そこに猫を入れとくみたいな感じにしておこうかなと思いますので、またそれもちょっと作ります。また別の時に。で今日は、とにかくガチャが、ガチャをしたいので、そうだね、木とかはもうちょいちょっと木とか取って動物で行きましょうか。そうだね、まあバトル猫いればおそらく大丈夫だとは思うんだけど、モブとかはね、弱いモブとかバトル猫一人いてくれれば多分勝てると思うので、一応ちょっと魚取って猫仲間にしとく。何ちょっとボーンって言ったんだけど、誰の？クリーパーいた？怖っなんかいないボーンって言ったよね。てか多分ちょっとすごい、ちょっとファンの音がもしかしたらうるさいかもしれないですけど、ご了承ください。なんか多分生成してんだと思う。さあ、っていうか動物があるんじゃないこれ。邪魔します。さあ行くぞ、来いよ、かかってこ。あ、とりあえず今もう本当に鉄が欲しいからね。あ、ここら辺で今多分ボーンって爆発したな。あ、廃坑だ、廃坑。いや、まあ悪く、うわな、あれ前行ったところかこれ、もしかして前行ったところかもしれないな。せい、待て、それは聞いてない。あ、こっちから行ける。待て、メタルカバちゃんはまずいんじゃない。ちょっとやめとこ。あと、まあ、鉄はなんとかすぐ見つかりそうなんだけど、ダイヤ3つだよね。ダイヤ3つを探したいんだけど、待って、危な、メタルカバちゃんいるんだけど、普通に。あ、もう鉄は十分だね。36個。でも、一応、ダイヤモンドの可能性とかにかけ、うおーん！びっくりした。やめてください。あー、まだいるよ！頼む、ちょっと、頼む、バトル猫、よーし！危ない、怖い。おー、怖い。おー、どう？毒、うーちょっと、待て、こせ。これ、宝の山かもしれない。いいね。釣り竿用に、大量に蜘蛛の糸。全部もらっとこう。根こそぎ奪ってけ。クモがいたという存在すらもなくすんだ。ないね。よし。じゃあ、ちょっと、ブランチマイニングします。ダイヤモンドが3つあればいいので。探しましょう。3つ。うわー、見つかったー。あと、もう1個あってくれ。もう1個あって。よーし。オッケー。意外と早かった。めっちゃ早く見つけたぞ。4つ、5個。あ、いいよ、全然いいよ。オッケー、もうこれで。いや、もうちょっと欲張り侍する？もうちょい欲張り侍しちゃいます？ないっすね。仕方ない。もういいや。ダイヤモンド、まあ5個あったので、帰ります。いやー、でもよかった。まああとはガチャを。とりあえず砂漠の砂を集めて、まあ集めるっていうか、2個で、ガラス2個でいいのでね。で、ガラスにして、ガチャ作りましょう。よし、じゃあ今から作りたいと思います。なんかさ、目的のために、こうサバイバルで集めてくって楽しいですね。ということで、鉄ブロック3つ。これで、素材が揃いました。で、まず、鉄ブロックをこちらです。そして、ガラスを間に挟み、ダイヤモンド3つ。そして最後に猫缶を、1個置いてきたー。猫ガチャー、どこに置きましょう。これさ、とりあえずここに置くけど、え、怖っ影
影。これさ、待って、これ壊したら、でもこれ食べ、くそー、大丈夫だね、大丈夫、持ち運べるね。じゃあ、一旦ここに置いとこ。ちょっとこっち影すごいから、こっちに置きます。で、これで、レアチケットを、多分猫を倒したらドロップするのかな？通常のモブもかわかんないけど、まあ、ドロップする、ちょっと待って、玉三郎、あれ？玉三郎？あれ？玉三郎？どうした？まあいいや。ちょっと多分、入り直したら、多分できると思うので。で、まあ、ガチャ今回できたので、レアチケットを集めに行こう、次回。だから、とりあえずまたでもダイヤも欲しいんだよね。だから、ダイヤのために、洞窟にも潜るけど、多分猫倒せばだと思うんだよな。ごめんな。こうすると多分レアチケットがゲットできるみたいな。通常モブじゃなくて猫な気がする。あ、大丈夫、ごめんね。で、これで、まあ、それかもしくは、ブラックマとかかもしれない。それこそメタルカバちゃんとか。そこら辺から落ちてくるのかもわかんない。ちょっとそこら辺ちょっと聞いてないので、わかんないんだけど。まあ、こういう感じ、行って。だこれで次回ちょっと、レアチケットを集めて、ガチャ引きたいなと思います。次回はガチャ引くとこは絶対やりたいですね。で、あわよくば、笠地蔵。いや、絶対強いでしょ、笠地蔵。欲しいよ、強。よし！あー、レアチケット出ない。